ガロア理論、ガロア理論、ガロア理論、ガロアセオリーは、大数方程式や体の構造を、ガロア群、と呼ばれる群を用いて記述する理論。1830年代のエバリスト・ガロアによる、大数方程式のべき根による、破解などの研究が由来。ガロアは、当時、まだ確立されていなかった群や体の考えを、方程式の研究に用いていた。ガロア理論によれば、 ガロア拡大と呼ばれる体の大数拡大について、拡大の自己同型群の平部分群と、拡大の中間体との対応関係を記述することができる。ガロア理論では、加減乗除ができるような数の範疇での代数方程式を考察対象とする。例えば、有理数や複素数の範囲で多項式で表される。 方程式の解を考えたり、形数の多項式で素数数をを、としたた解を考えたりする。台数方程式が代数的に解けるかどうか、つまり、係数に対する四則演算と混合の有限項の組み合わせで解が表せるかどうかが問題になる。4時までの代数方程式については、これが可能。例えば2時の多項式の2つの根はと表すことができる。一般に、 与えられた多項式、以下技術的な過程としての分離性を仮定するの値が、多項式の係数の指則演算とべき根によって表せるかどうかは、係数の作る体の適当なべき根拡大に根、ね、が含まれるかどうか、あるいは別の見方をすれば、与えられた多項式の根をすべて点化して、その上では、多項式が一時式の積に分解するようにしたからだ、多項式の分解体が、 体のべき根拡大になっているかと定式化できる。多項式を形式的に根の一時式の積として表す。実際、これはを含む大数平対上で可能になることで、多項式の係数は根、ね、の基本対象式であること、根、ね、と係数の関係がわかる。拡大一体の自己同型が根、ね、の入れ替えを引き起こしている時にはの下で、多項式の係数や、 より一般にのもとは変化しないことがわかる。一方、のもとを普遍にするようなの自己同型は多項式の根を入れ替えている。このような変換すべての集まりは変換の合成という二項演算について群の構造を持っている。これをの上のガロア群または多項式のガロア群と呼ぶ。仮に多項式の根が係数の加減上々やべき根による式で表せていたとすると、 その式のうち一部分で表される数から生成するような体を考えることができる。こうして得られる体はを含んでに含まれる体の部分拡大となる。この時、ガラは理論の指定理によってこの部分拡大をちょうど不変態にするようなの部分群が存在する。より一般に体の拡大においてある体上で規約な多項式の分解体となるという性質を 正規性といい、中間体の正規性は、ガロア軍の部分軍が正規部分軍に対応している。例えば、の正規部分拡大のうちでの特定の元のべき、根によって生成されるものの対称性を表す軍は、巡回軍になる。このようにして、分解体の自己同型を調べることで、方程式の可解性について考察することができる。一方、最も一般的な設定の下では、 軍は次の対象群になる。特に、5次以上の一般の多項式の対象性を表す後、次の対象群は可解群ではない。このことから5次以上の台数方程式は一般に、可解でない、代数的な根の公式が存在しない。中小代数学においては、方程式とその分解体という具体的な対象を一貫。 放棄して、抽象的に定義された体の大数的拡大を取り扱うことになる。上と同様に拡大体の自己同型と部分群の間の対応がうまくいくように、分離性と正規性と呼ばれる二つの条件が要求される。この二つを満たすような拡大は、ガロア拡大と呼ばれる。一般に、体の有限自分理拡大の合併としての分離平包みが考えられる。 の正規部分拡大の自己同型での元を固定している。もの全体はに含まれるの有限自分理拡大のガロア軍の遮影極限となってる。は、各転収束の位相について、位相軍となり、の中間体のナスケート、の平部分群たちのナスケートの間に、同期性が成り立つ。体に対しその絶対ガロア軍が、推移的かつ連続に作用する有限離散空間が、与えられたとする。 この時からへの写像の空間に対するの作用が考えられる。この作用の下で固定されている写像たちのなす、部分台数は、の任意の一点の固定部分群に関するの、普遍部分体と同型になる、の点の取り替えはの中での強約な部分体の取り替えに、をする。への作用の推移性を外すことはの有限、自分理拡大体の代わりに、上の有限へとある台数を考えることに対応し、 こうして、上の有限ウェタール台数のナスケントが連続に、作用するリサン有限空のナスケントの間の反偏見同値が得られる。これを出発点として、アレクサンドル・グロタンディークによるガロア理論の権論的定式化が得られる。グロタンディークのガロア理論において、古典的なガロア理論は次のように理解される。形状のエタール台数は、アフィンスキームの上のエタール像を表しており、 埋め込みに対応する者が表す点でのファイバーを取ることに対応する石種が剣道地上野エタール層の剣が連続的に作用する集合の剣を引き起こしている。また、絶対ガロア軍はこのファイバー石種の自己同型群として実現されており特定の効為を満たしている石種フォーミュラ4からガロア軍を復元できることがわかる。また、上野剣道地によって 体上のガロアコホモロジーは上のエタールコホモロジー理論と同値となる。与えられた方程式、あるいは体のガロア拡大のガロア群を計算する問題をガロアの順問題。与えられた群をガロア群に持つ方程式、あるいは体の拡大を構成する問題をガロアの逆問題と呼ぶことがある。体を体の有限自ガロア拡大とする。 との中間体との部分群について、次の式が成り立つ。ただし、和拡大のガロア群であり、和の元の内での元で普遍になっているもののナスの部分拡大を指す。したがっての中間体とガロア群の部分群の間の対応は、互いに逆で、これらは全端者になることがわかる。また、この対応は明らかに方眼関係を逆にしている。つまり、ならばならとなる。 ガロアは1832年の死の原因となる決闘の前日に友人のオーギュスト・シュバリエに宛ててガロア理論と楕円関数論に関する数学的業績を要約した手紙を書いた。その後、1846年になってリュービルがガロアの功績を知って自分の雑誌にガロアの論文集を掲載したことで多くの数学者が刺激を受けることになった。 デデキントは1855年から1857年にかけてゲッティンゲン大学でガロア理論に関する最初の講義を行った。その時、デデキントはガロアの理論をガロア理論と名付けた。早い時期にベッチ、クロネッカー、ケーリー、セレは軍概念を厳密化していった。カミー・ユ・ジョルダンによって1870年に発表された痴漢と 大数方程式論は、ガロア理論に関する、包括的な解説として最も古いものである。1871年にデデキントは、四則演算で閉じた、数の集合を、体、と名付けた。また、デデキントとエーバーは1882年に、大数関数体とリーマン面の大数的理論を、構築した。ソフスリーによって導入された、リーンは、ガロア理論の類似を、 微分方程式に対して確立しようという試みの中から生まれたとされている。その後、エミール・アルティンによって、ガロア理論の線形大数学的な定式化が追求された。アレクサンダー・グロタンディークによって、検論的な定式化と、数論機化、大数機化への応用が推し進められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。